この時間は大阪公立大学大学院医学研究科の木戸康俊先生に解説をしていただきます先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,します、えー、日本で原因不明の子どもの急性肝炎の疑い報告ですけども5月5日これあの5月にこの番組でもあの報告したんですけども5月5日7件だったのが7月21日に、えー、79件ということでまああの非常に多くなってきています VTR にもありましたけども世界に目を向けますと、えー、ここまで1010 10 た1一件の症例が確認されていて肝臓移植が必要な子どもが46人死亡が22人確認されていますから先生、確率で言うと非常に高いなというふうふに思ってしまうんですけどどう思われます、はいあのまあ、この分母自体はですね、はい、あのこういうようなあの、まあ、なかなか今まで経験しなかったことが報告されてさかのぼって見てみようというので、うん、まあこの79などもあってあるので、まあ、それが一概に本当の分母を見ているのかはまあ分かりませんがいずれにしてもまああの お子さんがあの移植が必要になったり、うん、お亡くなりになるというのは非常にまれなことなので、うん、あのそれ自体は非常に注目すべき事態かなと思います、ねはいでえー。新しい 情報が入ってきましたこれま研究発表という形でイギリスのグラスゴー大学の発表ですねアデノウイルスと関連するちょっと難しいんですけども、うん、アデノズイハンウイルス2型が発症と関係しているなぜなら対象の急性肝炎患者の96%で確認されていますよアデノズイハンウイルス2型先生これちょっとわかりやすく解説していただいていいですかはい。アデノズイハンウイルスというのはまあ基本的にはまあどこにでもウイルスだと を持ってください、はい、かつアデノ随伴ウイルスだけでは人の体の中で増えないですし、うん、増えることができないですし、うん、人間はそのアデノ随伴ウイルスに対してはこう免疫反応、これを異物として見なす反応が極めて弱いのでこれまでアデノ随伴ウイルスは病気のウイルスとしては全く、ま、例外を除いて、あのー、報告されていませんでした。はい、で 随伴というのは、例えばアデノウイルスみたいのが随伴というのは一緒にいるって意味ですから、うん、一緒にいると、このアデノ随伴ウイルスも一緒に増えることができるんです。なるほど。<ー>なので、アデノとアデノウイルスとアデノに随伴すると増える。ウイルスが一緒にいると増えることができるという状態で。うん、まあ、今回のおまあ、原因が増え、不明な小児の肝炎に対して調べると。うん まあ両方いたよで、もしくはアデノウイルスじゃなくて他にそういう同様なヘルパー、うん、ヘルプすることができるウイルスが、うん、まヘルペスウイルスとかいくつかあるんですが、うん、まあそういうのが同時に見つかったよというのが、まあ、ほとんどの人で見つかったので、うん、ま実はこれが原因なんじゃないですかという報告ですこの今回の,その報告で明らかになったということですね。はい、であの以前、ちょっとこんなお話もあったんですけどもどうやら先生、新型コロナウイルスとの関係はちょっと考えにくいというようなことも言われていますね。はい、今回の、まあ報告で これは検出されている確率は数は少ないので関係ないのではないかと考察されています、ねはいえー、疑われている原因の1つだけども確定的ではないよということも先生はおっしゃってますね、はい、もちろんこれは今回、症例がそんなに多くない症例のと、まあ、それと比較するもので、まあ、こういうまあ観察が得られましたよということなので、まあ、今後、さらなる研究は必要だと思います。うん で以前です、ね、あの取材をさせていただきました蓮くん9歳のケースなんですけども改めて今年の3月激しい応答がありました病院で血液検査を受けました肝臓の数値が1100を超えていたと通常0から40だった数値なんですけどもそれが1100だと A 型から E 型の肝炎ウイルスは陰性アデノウイルスは陰性新型コロナは陽性だったんですけれども先生、このアデノウイルスは陰性ということは先ほどのアデノ随伴ウイルス2型という どう考えたらいいんですか えっと、通常、あの、先ほど申し上げましたが、での随伴ウイルス、うん、二型というのは病気を起こさないウイルスですから。はい、あの、通常こういうことで調べてないので。調べていない,ってい。はい、という。あの、調べたら、どうかわかります、ね。わからない。はいえー、入院、自然治癒を目指す、で、えー、肝臓の数値が下がり、退院をしました。現在は体調回復して、もうれんくんすっかり元気になったということで、<う>本当に良かったです。はい。えー、通院はしておりません。えー、主治医の先生は原因はわからない、コロナの症状だったのかな、うん、ということをおっしゃっています。木戸先生によりますと、後遺症は。 過度に気にする必要はないんじゃないでしょうかとということですね、まあ、個別論ですがあの、うん、基本的に元気にあの過ごされているようですのであの特段あの心配する必要はないかなとはここまで見るとじゃあどうしたらいいのということも皆さん、一番気になると思うんですけども、うん、今言えることで言いますと子どもの肝炎について症状、倦怠感、腹痛、下痢、横断がありますのでお母さん、お父さんあの子どもさんのことをよく見といてください。感感染染予防は一般的な感染対策をお願いい、いします石鹸でのの手洗いタオルの使い分け 室内の消毒など、先生、もう基本的なことですよね、このあたりは。もうごくごく基本的なことで、はい、特段この病気をということでは決してございません。うんうん、え原因不明の子どもの急性肝炎、有力な仮説の一つとして、本来子どもたちが経験しておくべき感染症が、 コロナ対策でかかっていないな<ー>やっぱりもうみんな徹底してマスクしたり手洗い消毒してるんで本来かかっておかないといけない,いけないという言い方も変なんですけどもかかっておくべき感染症かかってないで成長した後感染することで免疫が過剰反応し重篤な肝炎に発展するのではないか先生こういう考え方もあるわけなんですね、はい、あの先ほどお話したようにあのアデノ随伴ウイルスも、まあ、それと助けるアデノウイルスも。 すべて僕らが、えー、子どものうちにほとんどがみんな感染してくるウイルスですでそれが今回、あのー、この2年間3年間で大きくそのパターンが変わりました。うん なので、それが通常だったらこの時に感染してたのにあそれが人とも接してたはずなのにそれが原因でなかったわけですけどそれが解除されて突然、そうすると複数のものが感染して、うん、とするとびっくりしてあの免疫が過剰に反応したんじゃないかというような説が論文でも報告されていますだから、そう言うと今後このコロナがずっと続くとやっぱその期間って長くなりますからいろいろちょっとまた考えないといけないことが増えそうですね。はい、特にやっぱ子どもというのは感染を 繰り返しながら成長発達を繰り返すという側面がありますから、まあ、一概に決してコロナだけが病気ではありませんので、うん、あの全体を考えてあの、まあ、過度な対策をせずにあの過ごすっていうのも非常に重要なことかなとは思います。